はい、おはようございます。現在朝の1時45分、ジム到着しました。これから深夜ジムトレーニングやるんですけど、ジャパンマスターズ2024まであと15日となりました。まあ、大会のスタートリストとかもね、公開されて、なんか、50メートル自由形がめちゃくちゃ180組くらいなんかあるみたいで、で、2000人、3000人くらいなんか出場者いるみたいなんですよ。はい。で、かなり会場である東京アクアティックセンターがまあ、溢れかえるっていうちょっとことになると思うんですけど、まあ、ちょっとね、人数も多いし、結構僕のまあ50メートル自由形、100メートルとか、いろいろ選手層が厚いんで、ちょっと、まあ、頑張ります。はい。で、これから、とりあえず、背中と二頭筋、あと体幹トレーニングやるんですけど、まあ、前回よりっていうか、まあ、少しずつ筋力の方も、まあ、怪我をする前の状態に戻りつつあって、まあ、まだまだ、ちょっと、もう少し努力が必要なんですけど、はい。まあ、順調に筋力の方も戻ってきて、で、減量の方も、まあ、昨日の夕方で 83.2kg まで、まあ、体重の方ね、落ちることできたんで、まあ、あともう少し踏ん張れば、82キロで、到達できると思うんで、ちょっとね、残りの期間考えると、まあ、目標だった81キロ台はちょっと、まあ、間に合わないと思うんですけど、まあ、とりあえず一度でもいいので、まあ、82キロ台の数値をちょっと、まあ、見て、まあ、引き続き、減量の方も頑張りたいと思います。で、今日はね、ウェイトトレーニング終わってから、午前に秘密のプールでまた自主練、スイムトレーニングの自主練やる予定なので、で、夜また、パーソナルレッスン、ご予約入ってるんで、まあ、とりあえずこれからジム、行ってきます。
はい、というわけでトレーニング終了しました。現在2時25分。なんとか筋力の方も、まあ、戻ってきて、まあ、チンニング、懸垂でも久々に30キロに、荷重30キロで、5発だけでしたけど、まあ、2セット行うことができました。で、その後重量を20キロに落として、8発で、自重で20回行って、いい感じで背中に刺激入れることができました。で、上腕二頭筋のシーデッドカールも、まあ、前回32キロ、沖縄のジムで32キロだったんですけど、今回プラス2キロ重量アップして34キロで。で、あとは、久々にバトルロープとバランスディスクを使った体幹トレーニングとパワートレーニングやったんですけど、まあ、レース23秒間、レースを意識してるんで、まあ、ノーブレス、無呼吸でやってるんですけど、呼吸が結構ね、きついんで、まあ、腕の方は大丈夫なんですけど、まあ、いい感じでちょっと刺激入れることできて、で、最後に久々にまたバランスボールを使った、まあ、バランスボールストリームラインっていう種目、3種類入れてあげました。はい。まあ、いい感じでトレーニングね、今回も怪我をすることなく、終えることができたんで、まあ、引き続き、故障などに注意してフォームとね気をつけて、鍛錬したいと思います。はい、というわけでじゃあこれから帰って朝食作ってちょっとデスクワーク、結構メールとかね返信とかあるんで、まあいろいろバタバタしてますけど、まだ今日も一日頑張りたいと思います。じゃあまたの動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。